はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めねっぽファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということでね、また無料で引けるガチャが来てますので、ネットガチャハイパーね引いていこうかなと思います。ということでね、行ってみましょう。ピックアップはすでに選んである。千日記念キャンペーンの特典として、8月23日の、14時29分まで1回無料だよということなんで、まあ、早速ね引いていってみましょう。いけ、またね高村キース配ってくれんのかなという期待もありますね。あー、しまった。お、赤ベッドあるね。オッケーオッケーオッケー。さあ誰が来る。まずは白が、あー、これは誰だ、どっちだちょっと待って。そして、あー、赤ベルト、ムク、幼少一歩幼少宮田。なるほど、そっちか。はい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 。選手の方でね、ちょっと来たかなと思ったんですが、違いましたね。で、こっちは、あれか。指定関係ですね。継承、幕内一般と鴨川源氏と。こちらは持ってたと思うので、まあ、重ねていきましょう。さらに、ユニゾンの装備もゲット。そして、今回初ゲットが、少年のね、一歩と宮田ですね。はい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 。なるほどね。オッケー。さらに、ちょっと待って。これはまだ引けねえか。あとね、もう一つね、ちょっと今回、見ておくのが、これですね。2023夏の大強化合宿キャンペーンということで、こちらね、報酬がね、協力イベントということで、イベントのポイントを応じてね、これだけのアイテムが配布されますよということで、一応ね、協力ポイント、全ユーザー獲得ポイントの累計がね、2億かな、2億超えたので、すべての報酬がね、こちらから受け取れるようになりましたよということで、夏のね、大合宿強化ガチャ券っていうのもね、手に入ったんで、まあ、そちらもね、ちょっと、引いていこうかなという感じですね。はい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 。まあ、とりあえず、あれか、まず高村キース受け取れるかを見ましょう。高村キースね、いつもどっかでもらえてんだけど、どれでもらえてんのっていうね。あ、これだね。まあまあまあ、一括受け取りで受け取っちゃうんだけどね。はい、ということで、まあ今回からね、かなり、最新キャラのね、ユニゾン、配ってくれてますね。3枚くれてるんで、とつもね、まあ、無凸から、プラ1、プラ2ということで、2回まで進んでますね。まあ、自力ではね、まだ引けてないんで、まあ、自力でもね、1体ぐらい引きたいなと思ってるけど、なかなかね、そこはうまくいってないなと。そしてだ、ちょっと待って、まずはセコンドの方で、一歩と宮田はどこにセットするんだ？サポーターペア、ここかな？ちょっと見てみましょう。違うね。セコンドさん、ここか？ここでもない。どこにセットするんだ、あれは。サポーター大健闘じゃないね。パッと見ね、どこにセットするかがよくわかんないんだよね。対抗戦でもない。サポーター対抗戦2も違う。サポーター対抗戦3か ?3 は違うね。青木富子だね。どこにセットするの、あの宮田と一歩。セコンドじゃないでしょ、セコンドではないよな、そりゃ。違うよね。あれサポーター男性違う。男性にも違うよな。あ、男性にだ。あ、なるほどね。猫田さんの代わりか。猫田さんの時は、味方全員技術以外全ステータス 80% 上昇だったんですが、一歩宮田の方に変えると、毎ターン最初に確率で敵ランダム1体素早さ上昇を解除する。さらに、毎ターン確率で敵ランダム1体攻撃力上昇解除。あ、バフの解除なんだね。さらに、味方全員の技術以外の全ステを 125% 上昇させる。なるほどね。じゃあこっちに入れ替えていきましょう。完全に上位互換。OK。そしてだ、高村キースと、一歩と、現役鴨川のユニゾンですね。あそこ重ねていきましょう。
まず高村キース重ねる、はい、オッケー。そして、一歩と現役鴨川のやつも重ねちゃいましょう。一歩と現役鴨川のユニゾンはどこだ。あ、いた。これですね、つけておきましょう。さあ、これでだ、絆が進むかな。はい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 。さあ、これで、絆が進むかどうかちょっと見てみましょう。進むね。オッケーオッケー。まずは受け継がれし鉄拳、こちらが1段階進む。さらに再開も1つ進みますね。そして、お、なんか一歩鴨川が結構いろんな絆と絡んでたね。はい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 。幼い日の記憶、こちらは幼少期一歩宮田ですね。なるほど。そして幕の内台風、こちらも発動する。そんなとこか。はい、じゃあ引き続きね、ちょっと、もう一つね、今回はガチャ引いていきましょう。夏の 大強化合宿ガチャですね。こちらチケットが、ミッションでね、全部で7枚、手に入りましたので、まあ、これをねちょっと引いていこうと思います。いきましょう。さあ、どうだ。まあ、これもね、なんか星7とか、入ってるみたいなんで、ちょっと期待しながら引いてみましょう。さあ、一発目、メモリアルの星6、高村さんのやつだね。そして1個のやつも来る。まあ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 、メモリアル2枚出たんだったら、そこそこいいんじゃないかなという感じですね。さらにカスタムジムパーツの星6も来てる。なるほどね。と、まあでも選手の星7ちょっと欲しいよな。1枚ぐらい出ないかな、この11連7回で。さあ、赤ベルト期待、赤ベルトに期待して、うーん、ちょっとこれは空振りか。あー、でもメモリアルサポートの、星6出ますね。じゃあこの辺は重ねていきたいかな。で、結構強化素材も来てるので、まあそれはそれでね、使っていきたいところですね。 OK、まだ5回引ける。さあ、どうよ。ほい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 。あー、まあでも白ベルトはユニゾンが結構出るのか。はいはいはい。おっと、ここは、眼鏡の進行の極み、装備のやつ手に入りましたね。なんかあれだな、高村さんのサポーターめっちゃ出るな。メモリアルサポカの、高村さんのやつ、高村守様だっていうね、証明これいっぱい出てるね。そして、あ、ララパだ。ララパが2枚出てるっていうのは、重ねられますね。ちょっとスタメンから外れちゃったんだけど、まあ、サブケンタまで活躍しているので、そこが強化されるのはありですね。 OKOK、 星6ユニゾン2枚出るんだ。これかなりいいガチャなんじゃない、実は。さあ、次は、お、赤グローブ、ベルトではないが、なるほど、即のやつが来ましたか。はいはいはい。そして高村像と、フォーク高村が2枚。なるほどね。オッケーオッケー。この辺も悪くないですね。さらにあと3枚やる。折り返し地点かな、7枚だったから。さあ、後半戦、赤ベルトの選手ちょっと期待してしまうが、後半で出るかどうか。お、カモシカ VS オオカミ。そして、ユニゾンですかね、白ベルト。さあ、こい。おお、あ、一歩と宮田くんね。オッケーオッケー。そこはね、無凸だったはずなんで、凸が進んで絆とかね、解放できそうですね。結構ね、絆の、パワーアップで戦力アップできそうかな、今回は。さあ、あー、白1。おっと、でも持ってないやつ。お、B1、藤井実、飯村麻里。なるほどね、記者の2人が来ましたよと。オッケーオッケーオッケー。持ってないやつ来るとね、絆の解放もできるし、しかもかける2だから初めからプライチにできるっていうね。オッケー。これはね、あの、1枠しかなかったけど、悪くないですね。そしてラスト、行ってみましょう。さあ、赤ベルトないかな、1回ぐらい。さあ、来い。
あー、ない。あー、でもあれですね、狼の通り木、まあ、出動読み方は分からんけど、即属性の星6装備ですね。はい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 、 OK 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 ではないな。最後はちょっと尻すぼみな感じでしたが、まあいろいろゲットできたので、くっつけていきましょうか。まずは、プラス上げていきましょう。違うな、カモシカ対オオカミ、こちら重ねましょう。はい、OK。ボルグさんとの A 級トーナメントですね。そして、高村さんの照明、こちらも、3つ出たんでね、くっつけていきましょう。一気にプラ9。OK。まあ、国内に敵はいないぞということでね、高村さん。まだ、世界戦行く前ですね。そして、新人王1歩ですね。こちらもくっつけちゃいましょう。はい、OK。あとはまあ、高村ホーク、こちら出てましたね。プラ4まで一気に上がる。あと一歩と宮田も、つけられるはずですね。はい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 、 OK。 そしてだ、あ、ララパか、ララパの先導と一歩のやつも、くっつけちゃいましょう。プラ7まで行く。プラ6でね、結構強化されるので、ここはなかなか嬉しいところですね。はい、OK。あとは、ちょっと待ってね。あとは、あれどこだ。まずは、一歩と宮田くんのやつくっつけちゃおっか。一歩と宮田のユニゾンは、あ、ちょっと見つかってないけど、先にこっちくっつけましょうか。恋がたき、真柴久美、板垣七子、こちらが2枚出たので、2凸できますね。OK。ほい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 。これもいつのだったかなっていう感じだけどね。まあ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 、味方ランダム2体パワー上昇攻撃力上昇中、そして、味方全体技術以外全ステータス110個。なるほどな。そしてだ、あ、一歩と宮田いましたね。一歩と宮田の凸も進めましょう。これもな、結局、使わずに終わってしまったような感じなんですよね。出た頃は強かったけど、今となってはみたいなね。ゲットしたタイミングではすでにね、もっと強いのが、手元に来てましたよということでね。で、藤井さん、飯村さん、こちらがね、同時にゲットしたから両方鍵がかかってるみたいだね。ちょっと鍵を外さないといけないね。ロック外して、強化していきましょう。はい、OK。はい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 。あと何が出てたっけ？あとなんか出てたかな？ちょっと待ってね。結構ね、キャラが増えてきてね。しかもレアリティがね、プラスが増えると上がったりする関係上、ごちゃ混ぜになっちゃってて探すのが大変なんだよね。そうだな。まあでもあれか、こんなもんか。そうだね。そしたらあとはセコンドで、藤井ちゃんと、飯村さんはどこに入るんだっていうのをまた確認しなきゃいけないね。ここではない。まあここも違うよな。男性サポーターではないよな。ペアじゃなかったから対抗戦かって思うと、また違うと。一体どこに入るんだ。大健闘でもないよね。あれ、あと見てないのなんだ。サポーター1か1じゃないよな。どこだよ。
あれ、ああいたいたいた、なるほど、真田んとこか。60% 上昇、こっちに関しては、投資上限 55% とアセリン使用回数アップと、技術以外全ステータス 100% 上昇ですね。で相手を倒した時投資対価 105% だから、まあ普通にねこっちの方がいいですね。変えておきましょう。 OK かな。要所一歩宮田もセットしたし、まあ藤井さん、井村さん、サポーター対抗戦2にセットしましたということで、これで OK ですね。あとはじゃあ絆チェックして終了かな。ライバル、一歩と宮田くんのユニゾンがレベルアップしたことで、こちらが進行しましたよと。さらに合力、こちらも、突が進みますね。 OKOK、 絆レベル2段階アップ。さらに未経験の戦い、こちらもね地味シスパー、はい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 、そうか、一歩も宮田も戦っているからね。でユニゾンの力、こちらも解放されましたね。 OKOK。 でライバル対決、はい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 、あれか、むしろ、最初の一歩のね星6が突進んでないぞという感じですね。で1センチの破壊力、初めのねジムでのスパーリングの時のサポートですね。そして、コイン模様も発動する。そういえばこの、コイン叩きのあれはなんだっけ、あ、滑らないようにこちらも発動ですね。このサポートはさ、どこに入るんだろう。サポーター女性にって書いて、あ、そっか、こっちで見ればよかったのか。サポーター女性にって何入れてたっけ今。ちょっと確認してみましょうか。今回絆がねだいぶ進行したんでね、戦力的にはかなり上がってるとは思うんですが、まあやっぱサポートの入れ替えもねちゃんとしていかないとね、もっと強くできてただろうみたいになっちゃうからね。ボクシング熱沸騰ということで、記者の2人が加わったことで、こちらも上がっていきますね。気になる選手、はい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 、 OK。 いや随分絆種類あるね今となっては。で対抗戦ユニゾンサポーター、ボリューム1、こちらも進行していきますね。運命のボクサー、これは一歩と宮田のユニゾンがレベル上がったことで、進んでいる感じですね。まだあんの？さすがに一気に解放されすぎでしょう。譲れない勝負と、我慢比べですね。こちらが進行していきますと。で栄冠新人王の時と、ミックスアップだから、まあ、チャンピオンになる時ですね。でドラゴン来日も、藤井ちゃんと、飯村さんで上がった感じかな。はい、総合情報を見るとね、体力 902%、気力 821%、 攻撃力 880% とかね、まあ、ざ軒並み 800% オーバーでね、今伸びるようになってるみたいですね。はい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 。でちょっとね恋がたき女性サポーター2に関しては、あー、もう装備してあるね。なるほどなるほど。サポーターもね種類も枠も増えすぎてわけわかんなくなってるからね、入れ替えるだけでも、だいぶ苦労しましたよという感じですね。まあ正直ここもね旧仙道になってるけど、他のキャラの方が多分今いいでしょうっていうね、感じもありますね。まあまあまあ別に、でもこれ大した問題じゃないんで仙道つけときましょうか。せっかくだから、せっかくだからっていうのもよくわかんないけど、はい、ということで、まあ、今回の、ガチャによって、実戦総合力ね 9.688 兆まで来ましたね。もうちょっとで10兆だったか。なるほど。まあ千日記念のね無料に加えて、こちらのね夏の大曲歌合宿スペシャル、キャンペーンのガチャがね7回あったんで、これによってかなり、絆が解放されて戦力一気に上がった感じですね。はい、ということで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。